また2次の国語対策の方法を伝授してほしいです。2、えー、次の国語対策の方法はあのー、とにかく難しい、小難しい文章をしっかりと読んで、時間かけてでもいいから自分の言葉で説明するっていうことを繰り返すといいと思います。うん、なんか記述とか選択式とか、まあ、いろんな形式があるんですけど、もうそんなんどうでもいいというか、ちゃんと文章が読めていれば、後でどうにでもなるんですよ。後でその形式だけちょっと勉強して、ああ、こういう。 選択肢の切り方あるのねみたいなあこういうふうに答えなきゃ記述しなきゃいけないのかみたいなそういうまあ、ことは後で詰めればいいので今大事なのは小難しい文章をちゃんと抵抗なくしっかりとあここの部分まあちゃんと段落番号を振って1段落目は主題2段落目は具体例3段落目はまあ、そのまとめ4段落目はまあ え転換、話題の転換、5段落目はそれに対する反論で6段落目まとめ、こういう流れなんだみたいなことを自分の言葉でしっかりと説明できるようにするっていうことを繰り返すのが一番近道です。なのでまあだいたい週1ぐらいにその特訓すればいいんじゃないかなと思います。やりすぎなくていいからね。最低限、ほんと週1ぐらいでね、なんか変わると思うので、そんなところです。頑張ってください。